こんにちは、サンロードの花園です。時々ですね、なんか急にあれ食べたいなって思うことございませんか？もうそれ食べたくなったらですね、もういろいろ探してどうしても食べたくなっちゃいますよね。私ですね、時々牛すき焼きのですね、うどんがですね、食べたいなって思うことがあるんですけども、やっぱすき焼きってなかなかできないですよね。そういう時にですね、もう簡単にですね、その牛すき焼きうどんをですね、食べる商品がですね、ここお肉のコーナーにございますので、本日はそちらご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品はこちらになります。レンジで牛すきうどんです。こちらですね、レンジでっていうだけありまして、レンジで簡単に調理していただけます。こちらのですね、すき焼きのタレを一旦外していただきまして、この容器のままですね、電子レンジで500ワットで約4分ほど加熱していただきまして、様子見ていただいてですね、まだお肉の方にですね、熱が通ってないようであれば、10秒単位でですね、加熱していただきまして、加熱した間にですね、こちらのすき焼きのタレをかけて混ぜていただきますと、これまたですね、美味しい牛すき焼きうどんがですね、簡単にお手軽にお召し上がりいただきますよ。またですね、お肉のコーナーにおきましては、その他にもですね、レンジで簡単に調理してお召し上がりいただける商品、いろいろとご準備いたしております。例えばですね、豚肉が入りましたレンジで焼きそばや、今大人気のチーズタッカルビに、豚バラ肉の野菜炒め風や、豚肉の蒸ししゃぶに蒸し餃子などですね、いろいろですね、容器のままレンジでチンしていただくだけで簡単にお召し上がりいただける商品ご準備いたしております。お昼ご飯にも最適ですし、またですね、夕食の一品にも最適ですし、夜食にも最適ですよ。ぜひですね、お肉のコーナーにございますレンジで簡単に調理できるシリーズ、お試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントもお待ちいたしております。それではだんだんなー。